皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。踏み入るべきではない場所。私がまだ小学校低学年の幼い子供だった頃、趣味で怖い話を作っては家族や友達に聞かせていました。僕が考えた怖い話なんだけど聞いてよと、きちんと前置きをしてからです。特にじいちゃんが私の話を喜んで聞いてくれました。私はそれがとても嬉しかったんです。熱心に聞いてくれるのと同時に怖がってくれたからです。そんな折、私の作った話がクラスの中で流行り出しました。放課後の男子トイレで個室を叩くとノックが返ってくるといったありがちな話です。クラスの女子の間であっという間に流行り、噂は学年中、学校中へと広まりました。男子トイレの前で手招きする男の子を見たとか言い出す女子も出てきていて、私がやっとその噂を知って、僕の作り話だってばと言っても聞かず、その後もまことしやかにささやかれ続けました。ついにはそこで肝試しを始めるグループまで現れてしまいました。その肝試しですが、何も起きるわけがないのに、グループの子供が皆ノックの音が返ってきたというんです。大変な騒ぎでした。そんなわけないだろうと思って、作り話だということをアピールしようとしたのですが、当時の私はみんなに冷たくされるのが怖くて言い出せませんでした。そのうち私は自分の話が本当になってしまったのではないかと思うようになり、すごく怖くなって自作の怖い話をすることをやめました。その騒動があってからしばらくして、じいちゃんが怖い話をしなくなった私に、もう怖い話しないのかいと聞いてきました。私は泣きじゃくりながらその話をじいちゃんにしたんです。ほうかほうかと優しく聞きながら、こんなことを話してくれました。それはな、みんなが坊の話を本当に怖いと思ったんだ。坊の話をきっかけにしてみんなが勝手に怖いものを作っちゃったんだよ。怖い話を作って楽しむのはいいけど、それが広まってより恐ろしく加工されたり、より危険なお話を作られてしまうようになると、いつの日かそれを知ったわしらの目に見えない存在がそれの姿に化けて本当に現れてしまうようになるのかもな。目に見えるものではなく心の中にね。恐れは人も獣も変わらず持つもの。恐れは見えないものも見えるようにしてしまう本能だからね。だから恥ずかしくないから、怖いものは強がらずにちゃんと怖がりなさい。そして決して近寄らないようにしなさい。そうすれば本当にひどい目に遭うことはないよ。私はじいちゃんも
なんかそんな体験をしたのかと思って、じいちゃんも怖い思いしたの？と聞きました。すると予期しなかったじいちゃんの怖い話が始まったのです。昔じいちゃんは某の知らないすごく遠くのお山の中の村に住んでたんだよ。そこでじいちゃんの友達と一緒にお山に肝試しに行ったことがあるんだ。そうだね、じいちゃんが今でいう高校生ぐらいの頃かな。お地蔵さんがいっぱい並んでたけど、友達もいるし全然怖くなかった。でも帰り道にじいちゃんの友達がお地蔵さんを端から全部倒し始めたんだ。全然怖くない、つまらないって言ってね。じいちゃんはそこで初めてその場にいるのが怖くなったんだよ。なんだかお地蔵さんに睨まれた気がしてね、友達を置いてさっさと逃げてきちゃったんだよ。そしたらその友達はどうしたと思う？死んじゃったの？それが何も起こらないで普通に帰ってきたんだよ。でもじいちゃんはもうそれからお化けが怖くなって、友達と肝試しに行くのを一切やめたんだ。その友達はその後も何度も何度も肝試しと言ってはありがたい神社に忍び込んだり、お墓をうろうろしたり、お地蔵さんにいたずらしたり、いろいろするようになってね。周りの人からは呆れられて相手にされなくなっていったよ。人の気を引くために天狗を見たなんて言うようになってしまった。じいちゃんに見てろ、噂を広めてやるなんて言って笑ってたよ。そしてある日ふっといなくなったんだ。じいちゃんもみんなといろいろ探したんだよ。そしたら山の中の高い木のふもとで友達は死んでた。木の幹には足掛けに削った跡が点々とついててね。友達は自分で木に登って足を滑らせて落ちたんだ。バカなやつだよ。坊や、世の中には人が入ってはいけない場所っていうのがあるんだ。それは怖い場所だ。坊だったらタンスの上もその場所だよ。落ちるのは怖いだろ。そういうことなんだよ。じいちゃんの友達には怖い場所が見分けられなかったんだ。怖いね、罰が当たったのかな。いや、怖いのはここからさ。友達が死んでから村の中の人たちが次々に天狗を見たって言い出したんだ。じいちゃんはあれは友達の出まかせだと言ったんだけどね。友達が天狗の怒りに触れた。これはたたりだ、呪いだと、みんなは自分たちでどんどん不安を煽っていった。夜通しで見張りの日まで耐えたんだ。みんなが顔を合わせるたびに天狗の話をするので村の中がジメジメしていた。そんな時に限って具合が悪くてね、村の中で怪我をするのが4件続いたんだよ。どうってことない、捻挫まで数に数えられてね。どう見てもあれはみんなおかしくなってた。さらに噂に尾ひれがついて、天狗に生贄を出さないとみんな殺されるとまでひどい話になっていた。そしてついに
本当に生贄を出そうという話をするようになったんだ。友達が死んだのは木から足を滑らせて落ちたからなのに、完全に天狗のせいになってた。村の中のみんなも人が入ってはいけないところに踏み入ろうとしていた。それはね、人の命だよ。誰にもそれを奪う権利なんてないだろうに。じいちゃんはね、天狗よりも村の中のみんながすごく怖かったんだよ。だからね、じいちゃんはその村から逃げてきたんだ。じいちゃんのこの話はその後もねだって2回ほど聞かせてもらいましたが、絶対に内緒だぞと言われ、両親のいるところでは決して話しませんでした。でも今でも私の家には父方の実家はありません。農家の次男のじいちゃんが庄屋の娘のばあちゃんと駆け落ちしてきたからだよと私の両親はそう聞いています。じいちゃんが私に自作の怖い話を聞かせてくれたのかとも思いましたが、多分違います。その長い話が終わった時、じいちゃんは大粒の涙をボトボト私の小さな手の甲に落としたのですから、今も思い出して涙腺が緩みました。はい、踏み入るべきではない場所というお話でしたけど、はいはい、どうでした？いや、これ、うん、すごい面白い話で、うん、こういうなんて言ったらいいんですかね、おじいちゃんおばあちゃんとかにお話を聞く機会っていうか、そういう長く生きてきた人たちのこういう怖い話って、うん、結構面白いものが多いっていうか、うんうん、まあその経験値が高いっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあ昔ならではの怖い話だったりとか、うん、もあるんで、まあその人が怖いだったりとかも含めて言ってるじゃないですか、うんうん、そういうのが結構興味深くて面白いなと思いましたけどね。こうなんていうの、人を疑う、うん、心がこう、うん、どん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 村意識というかさ、そういう中でこう広がってってみたいなんて、やっぱちょっとなん霊的な怖いじゃないけど、うん、人の怖さというか、うんうん、だってもうあの言葉何でしたっけ、そういう迫害っていうか村八部かあれとかもだって村八部っすもんね、もう文字通りなんていうんですか、だって村八部じゃないですか、うん、あと二部が、うん、あの半端にされてるっていうことじゃないですか。村八部ってなんで村八部っていうか知ってます？知らないです。村八部って、はい、いろんな事柄が、はい、まあまあ10あるとして、はい、その八部は、はい、まあ無視されてる、無視 される、まあ、あ、八部の方が無視されてる方なんですか？そうなんです。あ、逆だと思ってました。あ、そうなんだ。村八部ってだって半端にするみたいな意味で使われるじゃないですか。そう。なのでその残りの2部を半端にしてんのかなと思って。うん、あ、違うんですよ。ああ。村八部にされた人から見て、はい、はいはいはい。村八部っていうっていうか、なんていうの、まあ、その2部は何かっていうと、はい、火事と死んだ時なんですよ。はい、ああ。うん、そこは相手にするというか、まあ、火事って他の家にも燃え移ることだし、村八部にしといたら自分の身に降りかかってしまうじゃないですか。だから火事、まあ、死んだ時っていうのもね、そのまま放っとくわけにもいかんもんで、うん、その2つだけはかまってやるぞみたいな、あのやられた側の言葉なんですね。そうやった側の言葉じゃないんですね。あ、僕やった側の言葉だと思ってました。勉強になったっす。そうなんですよ、うん、
で何の話だったっけ村って怖えなっていう。ああそうね、うん、そうね、まあ、村だけじゃないですけど、うん、まあ、全然今でもあるじゃないですか、町内とか校区とか、まあ何か都会だとさ、うん、まあ、いろんな人がさ、うん、いろんな地域から来てるからあれだけど、うん、やっぱ田舎だとそういうのってまだあるよね。うん、そうですね、うん、まあ、都会でもママ友グループだったりとかよく言うじゃないですか。まあ、ああいうのとかでもその人が、まあ、しかもあれ伝線、同調で伝線じゃないですか。うん、そうだねそうだねそうだね、うんうん、そういう気持ちというか現象というかはちょっと怖いよね。うんうんうん、このさ、はい、人が作り出したものが、はい、なんかこのか、これは主人公の子が作った階段が学校の中で広まってって、うんうんうん、なんかあたかも本当にあった出来事みたいになっちゃうみたいなさ、うんうんうん、まあ、そういう話だったけど、うん、まあ、例えばさ、うん、幽霊の掛け軸ってあるじゃん、うんうんうん、あのおどろおどろしいやつ、うんうん、まあ、あれ人間が書いたもんだけどさ、うん、で幽霊はその掛け軸見て、うん、あ、幽霊ってこういう形なんだと、うんうんうん、こういう姿をしてるんだと思って、うん、あの霊が、うん、あの形で人間の前に出てくるっていう話を聞いたことあったから、うんうん、なんかその話と、まあ、なんか同じような感じじゃないですか、うん、これって、うん、天狗が出たぞみたいなさ、うん、なんかそういう、まあ、それは身近な人から聞いた話だけど、うん、あ、なんかその話となんか似てるなみたいなさ、うんうんうん、なんかあの妖怪の時のエピソードで喋りましたね、ちらっとね、そうそう話したけどさ、うん、なんかだってあれがそうじゃないですか、貞子がそうじゃないですか。貞子出てきたの。ああ、だから貞子が、うん、の格好ってその髪長くて、うん、白いワンピースみたいなので、うん、みたいなのが、うん、もうリングやってからあれが結構伝説っていうか、怖いものがもう言う時、女の幽霊がっていう時あんな感じで、まあ、代名詞みたいな、うん、なってません。それ人間の中での話だな。そう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 、いや、あの俺が言ってたのはその幽霊、そうそうそう、だから幽霊もそれ見て、うんうん、あ、その姿で出てくると、うんうん、あ、人間この映画怖がってんな、うん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 、あ、こんな感じで出てみようかなみたいな、うんうん、増えただろうね、うん、増えたかもしれない、ね、リング、そう思うと、うん、鈴木浩二さんの、うん、その霊界への貢献ぶりも、うんうん、またちょっとすごいですね。そう、でもあれはさ、あ、まあ、そうかそうか、映画ビジュアル化した人じゃない、うん、そうですねそうですね、うん、確かにそうやってなんていうのかな、あの霊のスタンダードみたいな、うん、それを作り出したらさ、すごいね、うんうん、まあ、あの死にと、なんていうんですか、あの死んだ時に着る着物、死に装束、死に装束とこの三角、うん、はいはいはい、あれとかも、うん、まあ、そこまで多分オーソドックスだったじゃないですか、ずっと、うん、そうだね、うん、あれもまた、まあ、あれは死んだ時にそれ着とるもんでっていうの、まあ、そのものみたいなね、うんうん、そういうなんか、うん、自分がっていうか作り話だったけど、うん、本当になった話みたいなのってあります、はい、これ、うん、僕実は一個だけあるんですよ、はい、全然怖い話とかじゃないですけど、僕が小学校何年生の時だったかな、4年生か3年生の時に、はいはいはい、ポケットモンスターがすごい流行ったんですよ、はい、もう初期の赤と緑のやつが、うんうん、ゲームボーイの、うん、すごい流行って、うん、その時に、うん、ある裏技をすると、うんうん、151匹ポケモンがいるんですけど、うんうん、152番目に欠番っていうデータが出るんですよ、バグで、うん、でその友達と、うん、じゃあ153番目に出るポケモンみたいなので、うんうん、裏技を嘘、うんうん、嘘のですね、うんうんうん、嘘テクだね、嘘テク、嘘テクを作って、おうおうおう、学校で言ってみるかって言って、うんうん、言ったら、うん、もうほんとちょっと広まっちゃって、うん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 、もう言えなかったっすね、嘘って自分が、はい、作ったっていうのも言えないし、
嘘っていうのも言えないし、うんうん、あでも学校の中ではおるらしいぞっていうみたいな感じになっちゃったっすね。へえ、うん、すごい噂の発起人。結構細かく設定も考えたんですよ、どういうポケモンでみたいな。昔からそういうことばっかやってんだね。昔からそういうことばっかやってんだ。やってんすね、うん、まず設定から入るみたいな、うん、設定考えてからって。あのそのうち多分公開されるんですけど、このね、スコットさんのなんで帽子なのかっていうのとかも全部もうガラジのね、うん、ロゴマークみたいなのね、スコットのなんでこれなのかっていうのも全部細かく設定があって、はい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 、うん、その当時からそうですね、小学校からやってるんですね。やってんだね、好きなんだね、うん、それね、うん、多分そういうの好きなんでしょうね。私は、まあ、ちょっと違う話なのかもしれないけど、うん、小学生の頃に、はい、あのファミコンのゲームでね、ポートピア連続殺人事件っていうのが、はいはいはい、すごい流行ったんですよ、はい、でまあ結構持ってる人がいて、うん、で全然タイトルは知ってます。タイトルは知ってるね、はい、犯人がヤスのやつ、はいはいはい、それはそれぐらいは分かるじゃん、有名ですよ ね、それぐらいは有名、はい、で結構難しくて、あ見たいですね、うん、そうそう、全然クリアできなかったんだけど、うん、俺クリアしたってなんか嘘ついたんだよ、なんでか分かんないけど。なんてか分かんないけど嘘ついて、はいはいはい、って言ってさ、でその友達ん家でじゃあちょっとクリアしようぜって言って、うんうん、そういうあの会が開かれたわけ。あ木村がおればクリアできるだろうみたいな。内心やべえなと思いつつも、でその頃ネットもないですし、そうそう、うん、で迷路があるんだよね、屋敷の中に迷路があって、はい、で謎を解くための手紙みたいなのがあって、うんうんうん、でその、うん、確かだけどなんか北にいくつ南にいくつ、うんうん、みたいな、南北みたいなさ、うんうんうん、で最後が、うんうん、なんか東に点々点みたいな、うん、なんか最後は書いてないんだよ、それが、うん、一番最後の部分が、はい、うん、まあ今のゲームからしたら不親切というかさ、うん、そうっすね、うん、うん、でこれ最後書いてないけど、うん、実はこれがあの東に3歩進んで、ほんで右の壁を叩くと、うん、そこに部屋があるんだよねって、うん、でたらめだよ。言ったんすか。言ったんすよ、うん、でそこ行ったら、うん、本当にそこに部屋があって、ほんでその中に なんか日記かなんかあるのかな、それでなんかもう、うん、あの問題が解決できるみたいなさ、はいはいはい、デタラメで言ったけど、うん、本当だったみたいな、すごいっすね、助かったっすね。でもその奇跡すごくないですか。いやすごいよね、うん、いやびっくりしたもん、すごい自分ですごい、いや吊るし上げられなくてよかったと思って、うんうん、本当に本当に、うんうん、いやあの時はちょっとね、なんか神がかってる、俺が一番びっくりしちゃった、うん、でまあでしょうね。終わったってことですね。そう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 。でもそれをまあ俺一回クリアしたし知っとるよみたいな感じで、まあ出せずに、はい、うん、まあ、まあ当時の仲間の中では、はい、うん、なんかもう あいつはクリアしてるから知ってるぞみたいな、いや本当にね、あれはびっくりした。そうですね、じゃあちょっとお互いこの放送であの時のこと謝って、懺悔の会、はい、懺悔会だね、うん、そんな153番目のポケモンなんていませんので。あの時皆様すいませんでしたっていう。そうですね、あの時も私がデタラメなことを言ったのに、うん、あ本当にそこにあって、うん、木村さん別に謝る必要ないですね。そうだよね、うん、謝る必要ね。俺だけでしたね。そうだね。謝らんのいいよ別に、うん、まあでもまあそういう雑誌とかもありましたしね、ウソテクって。ウソテクあったね、うん、うん、懐かしい、うん、ゲームの話になっちゃったっすね。すげえ
長い話なのに、うん、これ、うん、もう俺もすげえ長い考察やろうかなと思ったんですけど、うん、ほぼゲームの話しかそうね、うん、まあまあまあ、うん、まあ、ちょっとこれと似たような話で、うん、最初俺その話なのかなって思った話があって、はいはいはい、これはその僕が作った怖い話なんだけどって言ってる本人の話じゃないですか、うん、じゃなくてその僕が作った怖い話なんだけどって言ってよく話してるやつがいるっていうクラスメート側の怖い話が一個僕知ってるのがあって、はいはいはい、まあ、クラスメートがその子を囲んで話を聞くんですけど、うんうんうん、その子はいつも話すときに僕が作った話なんだけどって絶対言うんですよ、うん、でまあそうやって話してたんですけど、うん、ある日、うん、この話は、うん、あの聞くと、うん、あの自分に災いが、うん、聞いた人に災いが起こっちゃう話だよって、うん、閲覧注意的なやつだね、そうっす、自己責任系、うんうん、はいはい、自己責任系って言って、うん、まあ話すんですけどこの話を、うんうんうん、でまあ数日だったら、うん、一人一人死んでっちゃうんですよ、おうおう、まあ、いなくなっちゃうんですよ、おうおう、でその主人公が、うん、クラスメートの子が、うん、あれおかしいなと思って、うん、本当作った話だよなって言って、うんうんうん、でおかしいおかしい絶対おかしいと思って、うん、まあ、よく思い出していくんですけど、うん、まあ、その間にもどんどん人が亡くなってっちゃうんですよ、おうおう、でもう、もう自分の番だみたいな、おうおうおう、次は、おうおう、の時に、うん、パッて思い出したのが、うん、あ、そういえばあいつ、うん、あの話するときに、うん、これは僕が作った話なんだけどって言ってないわって、うん、で気づいて終わるっていう、うん、うん、なるほど、うん、っていう話があったっすね。なかなか面白かったっすね、それ。その話だとさ、はい、その話の持つ呪いというかエネルギーというか、うんうんうん、すごいよね。すごいですね人がどんどん死んでっちゃう、うん、でも結局さ、うん、そこで気づいたところでさ、うん、自分も死んじゃうってことだよね。そうですね、結局。でも結局なんかこの なんだろうな、その僕が作った話なんだけどって言わないと怖い話が本当になっちゃうからっていう意味で多分使ってたのかなって思うんですけど、うん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 、おお、なるほど、うん、自分ん、いやいやちょっと待ってよ、うん、その自分の作った話だけどって言って怖い話をする、うん、友達がいるじゃないですか、うん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 、で自分で作った話、うん、そして怖がらせて、はい、あ、もう俺の話した話の考察入ってますか。そう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 、うん、ほんで周りの人がどんどん死んでっちゃう時は、うん、これは俺の作った話だけどって言わなかった、うん、ってことだよね、うん、うーん、どうだどうだ、この怖い話を作ってた友達は、うん、そうやって最終的にみんなを落とし入れたかったのかな。か、うん、まあ、周りの人が殺したかったのか、周りの人、周りの友達を、うんうんうん、ただ単に、まあ、でもそんだけその毎日寄って来てくれて、うん、こう話を言うわけじゃないですか、うん、っていうことはですけど、うん、まあそのただ単に言い忘れたのかみたいな、うん、本当はこれは僕が作った話なんだけどっていつも言うんですけど、でもそれは作った話じゃなくて、そう言わないと、うん、その怖い話が本当になっちゃうから言ってただけで、うんうん、自分が作ってないんですよ、うんうんうん、だけど本当になっちゃうから言ってただけで、うん、でただ単にその日は言い忘れちゃったのかなっていう、なんかそういうちょっと、うん、ということはさ、はい、その怖い話を喋る友達はさ、うん、自分の作った話だけどっていうことで、うん、その話の効力をなくすことができるっていうこと、うんうん、っていう特殊能力があったら、特殊能力があるっていう、はい、面白いなって思いました俺は。なるほどね、うんうんうん、
まあ、一聴すると、うん、一聴すると面白い話だけど、うん、なんかよくよく考えると、うん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 、そう、ね、そうなんですよ、なんかなんでってなる話みたいな、うんうん、そうなんですよ、うん、だから自分で補っていくっていう、うんうん、そんなこと一切確か書いてなかったんで、ああ、うん、こうだろうな、こうだろうな、うん、考察のしがいがあるってことだね、うん、そうですね、あ、なるほどなるほど、うんうん、その話やればよかったですね。いやいやいや、こっちの話の方が全然良くないですか、クオリティは。うん、考察でした怖い話を考察をしちゃったんですけど、まあ、そうだね、はい、うん、よくわからなくなっちゃった。そうですね、うん、まあ、という話を聞いたことがありましたっていう、うん、うん、なあ、でも僕も、はい、ケースケも、はいはい、心霊スポット行きますからね、このおじいちゃん怖いところを行くなみたいな言ってますね、うん、いやでも本当そういうことなんですよ、うん、だけど、うん、ちょっと思ったのは、うん、この子にとって、うん、そのおじいちゃんからその孫っすかね、これ、うん、まあ、孫だね、孫っすよね、うん、孫にとってお前の棚の上も怖いだろって言ってるじゃないですか、うんうん、タンスの上、あ、タンスの上か、うんうんうん、怖いだろって言ってるじゃないですか、うん、っていうことは、うん、俺とケイスケにとっては、うん、怖くない場所だったら、うん、行っていいんですよ。ああ、まあそうだね、うん、っていうことですよね、うん、そうだそうだ、うん、そういうことだ、だから行ってもいいと、行ってもいい、ジャイアン考え方がちょっとジャイアンっすね、うん、俺が良ければいいだろうっていう。でもなんか前さ放送でさ、うん、はい、日によっては、そう、日によっては怖い日もあるんですよ、怖いって言ってた。でも行くだら、うん、でも行くっすね。ほら、でも行ってみないと分かんないですよ。いやでも怖いなと思ったら、その時引き返せばさ、もうだって引き返す場所ないじゃないですか。もうないよ、うん、もう行くしかないじゃないですか恐怖への片道切符なんで、うん、まあ行きたいんだね、うん、そうっすね本当そのね、切り替わりは何なのかが気になるっすね、その怖くない日と怖い日。ああ、うん、まあまあまあ、うん、なん、まあ、気候とかかな、うん、あるのかもしれないですね、あるかもしれないね、うん、まあその辺とかもちょっと検証できたらいいなって思いますね、うん、そうだね、うん、温度計と湿度計と、うん、電磁波、あ、電磁波電磁波計と、うん、電磁波計と何があったかなと、なんかいろいろ思ってるんで、その辺のこうデータをこう科学的にね、科学的なね、データを科学的に検証して、うん、っていうのは面白いかもね、うん、あと月ね、月、あ、そうですね、うん、関係マジであるかもしれないですよね、あると思うよ、だってなんか人間って月にすごい関係してるじゃないですか、っていうよね、あの臓器だって絶対月がつくじゃないですか、何臓水臓とか、ね、うん、やっぱあの月の満ち欠けに関係してるらしくて、俺がなんか調理師専門学校だったんですけど、はい、人間の体みたいなのを勉強するんですよ、うんうん、それでなんか言われたのは、うん、何だっけな、人間の痛みのピークは夜の11時なんですって、うん、でそれがちょっと月が関係してるらしくて、ほうほうほう、ちょっと僕全然真面目に言ってなかったんであんま覚えてないですけど、うん、その話だけは結構興味深く聞いてたんですけど、うん、なんか月の引力だったかな、うん、なんかで、うん、まあ、夜11時がピークで、うん、そこからだんだん痛くなくなっていく、はいはい、まあ、体調も良くなっていくと、はい、なんか夜辛くても朝起きたらちょっとすっきりしてるみたいな時あるじゃないですか、うんうん、あれはそういうことなんですって。うん、うん、もうなんでだって言われるとちょっともう覚えてないんで言えないですけど、うんうんうん、まあ、そういうことらしいですよ。痛みのピークが11時、うん、俺歯とか夜痛くなったりするんですよ。あ、でもなるよね、うん、でも起きたら治ってるとか、うん、うんうんうん、結構あるんで、うーん、いつもなんか夜中痛い時はもう過ぎた、もう痛みのピークは過ぎたって思いながら、なるほどね、はい、過ごしてますね。あ、月と痛みっていうのもなんか面白いね。うん、初めて聞いた、うん、でもちょっとオカルトですよね。もうまあそうだね、うんうん、まあオカルトだね、うん、
なんか満月の多い日は殺人事件が起こるみたいなね、なんかその話は満月の日はですよね。そうそうそう、満月の多い日はっつってた、ね、じゃあ満月の日は殺人事件が多いみたいな話をね、うん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 、なんか聞いたことあって、で逆に新月が、うん、何でしたっけ、交通事故が多いんでしたっけ、それも満月でしたっけ、あそういうのもあるの、なんか新月の日は何だったかな、何かが多いみたいなのもあった気がします。うん、まあまあ不思議ですよ、うん、決して裏側を見せない、うん、本当に本当に、うん、あれすごいですよね、あれ多分裏側はもうあの宇宙の宇宙人たちが基地になってるんですよ、やっぱそうかな、はい、だってクレーターもなんか全部あの浅さが一緒って深さが一緒っていうじゃないですか、人工物だ、人工物って、月人工物説、うん、めっちゃ興味あるっす。まあ昔から言われてますね、それもね、うん。まあでも裏多分デススターになってるんじゃないですか。なんか遥か遠い昔々の出来事って言っとるけど、今でも今の話みたいな。まあ夢があるね。本当に。なんかそういう昔なんか父の日に月の土地買ったな。3000円ぐらいで。安いね、はい、1エーカーなんで、まあ、サッカーコート1個分ぐらいじゃないですか、3000で売ってる、3000で、まあ、今でも多分売ってるっすよ、詐欺だよねそんな、うん、だってなんか月は誰のものでもないから NASA、ね、に聞いたら、じゃあ売っていいってなったんですって、ほんで売ってんすけど、うん、結局もし月に住めるようになったらその土地関係ないらしいですからね、うん、いやそりゃそうだろうね、うん、まあでも賢いね、うん、3000円だったら買っちゃおうかなって思うしさ、うんうん、本当に本当に、うん、まだめっちゃ余ってるらしいんで、ああ見える面だけですよ、しかも地球から、へえ、うん、サッカーコートリットはいくらでもあるわね、うん、本当に、でもサッカーコートって考えると、うん、結構でかくないですか、まあ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 でかいよ、うん、うちで考えると、うん、うん、木村さん、ん3エーカーぐらい買ってやりましたよ俺は。完全に騙されとるじゃんそれ。まあ父の日なんでね、お父さんにですけど買ってあげたの、はい、だからうち1万円分ぐらいの土地持ってます、持ってるんだ、はい、な利用価値が全くない本当に。まあまあ夢はあるね、まあそうっす、夢はある、はい、うん、ということで、はい、結構長く喋ってしまいましたので、そうですね、はい、まあどう締めればいいんだこれは。本当っすよ、ゲームの話して怖い話のしてその考察して月の話してですか、とんでもないとんでもない回になってしまいました。本当っすね、あっちゃこっちゃ行き過ぎた回になっちゃいましたね。まあでもあの 30番台前半ですからね、うん、まあいいんじゃないですか、ここからここからちゃんとまた仕上げていけば、仕上げていけばね、40回に向けて向けてね、はい、うんうんうん、まあ緩い感じで、はい、息抜きの回ですね、僕たちの、そうだね、お付き合いいただきみたいなね、本当にありがとうございます、ありがとうございましたっていう、うん、はい、はい、ということで次回っていうことですね、そうですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ、次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。